リンリン、ハロー、パラレル、リニパラレルのミンドです。はい、本日はね、ウィンちゃんですね、が大きくなったので、ちょっと一緒に遊びながらね、動画を撮っていこうかなってところです。かなり大きくなってくれて、まあね、私の配信、生放送の方ではね、ちょいちょい出てくる子なんですけれども、本当に大きくなりましたね。なんか袋ももんがらしくなったのと、すごい尻尾が長いのね、この子ね。綺麗な子ですよ。生放送ではね、ちょいちょいもう見せてくれてますけど、カメラに向かって飛ぶことがあります。飛びそうだね、これね。まあ今、ここパソコンのね、デスクがここにあるんで、まあ、パソコンのデスクに乗っかろうとしますね、飛ぶ前に。まあ、飛ぶよりもここが一番近いからでしょう。かなりね、大きくなってくれて、でもうモコモコで。で、この子はもうほぼほぼ私にベタ慣れちゃんでございますね。他の子よりもベタベタですね。いや、なんとなくなんですけど、他の子って、こう、お迎えした子とかね、あとは、まあ、捨てられていて、保護した子っていう子だったり、まあ、保健所に連れて行って、結局殺処分だって話を受けて、うちで保護した子とかっていうのも多いので、うんちした。そういうことはまた違って、なんて言うんだろう、この子はもう生まれた時からね、うちにいて、で、私がね、ベタベタ触ってるっていうのもあるので、なんだろう。私がいっぱい触るからか、もう人慣れはしてますね。ただ人慣れはしてるんだけど、袋ももんが慣れっていうのはしてないみたいで、お母さんとね、お父さん、お母さんのギョロメちゃんと、あと、お父さんのハロくんに対してはね、全然普通に物おじしない感じなんですけど、他の子にはね、一瞬威嚇をしますね。で、環境が全然違う、自分のケージではない、押し入れでの散歩は6匹全員できるんですけど、6匹全員、押し入れ散歩ができる理由の部分で考えると、押し入れの散歩をするときなんですけど、まあ、環境がいつもと違うわけですよ。自分の、まあ、テリトリーというわけではないじゃないですか。テリトリー外になるので、多分テリトリー外の活動というか行動っていうのは余裕なんだと思うんですよね。他の子と協調性を取りながら行動してくれるんでしょうけれども、なんだろう、自分のテリトリーに入ってくるものに関しては若干威嚇の傾向があるのか、例えばケージにちょっと張り付いた、そのケージの壁にね、ポンと張り付いたハロくんとか、あとはハルとウララか。ハルくんとウララちゃん、男の子コンビが、ケージのね、扉のところにこうやって、しがみつくと、結構ね、それに対して威嚇するんですよね。ちょこ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 って。で、多分その理由っていうのが、考えられるのは自分のテリトリーに他のものが入ってこようとしてるからっていうところですね。それはね、ギョロメちゃんも一緒ですね。今お母さんと2人で暮らしてますけれども、ギョロメちゃんも、ウィンも、自分のテリトリーに入ってこようとするものに関しては、若干警戒心強めかなっていうところですね。まあそれは本能なんでしょうね。自分がいつも安全に暮らしてるところによくわかんない人が来ると、なんだお前はってなるんでしょう。で、押し入れの散歩っていうのはね、自分の多分テリトリー外っていう風にもう感じてると思うので、常に暮らしてる場所ではないので。なので、そういうところに関しては、なんていうんですかね、テリトリーじゃないから仲良くやっていこうっていうところがあるんじゃないかなって思っております。それ以外はね、本当に私にこうベタベタ慣れてくれてて、こんな感じでね、本当にジコジコも言わないし、こうやってゆっくりね、触らせてもくれます。まだね、他のフクロモモンガちゃんたちに比べるとちょっと目が小さめかなっていうところですね。他の子たちって目がこうギョロッとしてる。まあ、うちのギョロメちゃんの名前の由来もね、ギョロメっていうのはそういう目の部分から取ってますけれども、そういう風に目がギョロッとしてる子がね、多いんですけど、この子はね、意外と目がちっちゃいね、つぶらな瞳してますね。飛ぶね。飛んだね。はい、飛びましたね。はい。飛んだ結果、カメラを落とされるというね、結果でございましたけど。飛んだね。思いっきりカメラ落ちたよ、あなた。物おじもせずって感じですね、こんな感じで。お母さんはね、ちょっとどちらかというとビビリな子でね、ポーチに近づくと、ポーチを取るタイミングとかはね、一回ジゴジゴって言います。本気のジゴジゴっていうよりは、もう癖になったような感じのジゴジゴって感じですね。で、私のね、顔を見るなり、なんだお前かとなって泣くのをやめるんですけれども。でも一回どうしても泣く子なので、あの子はもうそういう子だなっていう性格がこう出てきてるなって思ってます。他の子たちはね、意外とそういうことはないですね。でも、まあ、ギョロメちゃんもね、かなり、ビビリはね、少なくはなってきたんですけど、そういう癖はね、抜けないんでしょうね。で、ちなみにこの子はそういう癖がね、今のところないです。強いて言うと、ちょっと噛み癖が出てきたかなーってところですね。なんかケージとか餌入れのね、プラスチックをちょっと噛みしたりとか、っていうのはね、ありますね。あと、ポーチをちょっと噛みしたりだとかっていうのはあります。あと、この間ね、私の手のひらでこうやって遊ばせてる時に、私の指をね、ちょっと噛みする癖はありました。ちょっと痛かったね。多分、噛み癖は出てくるかなと思いますけど、ジゴジゴ癖とかは特にないですね。本当に、物おじせずこんな感じで。多分うまくやったら手のひらの中でね全然寝てくれるタイプの子だと思います。これからも成長していっていただいて、一応ね完全な脱脳プラス開眼したのがですね、10月の31日なんですよ。この子はハロウィンの子なのでね。でハロウィン前に一回脱脳はしていて、10月の24日にプチ脱脳みたいなのをしてたんですけど、完全にお腹から出てきたのは31日ですね。で、31日の次の日、11月の1日かなに見た時にはもう目が開いてて、開眼していてっていう状態ではありましたね。はい。私はね、びっくりしましたけど、おー、出てきているとか思いながらね。まあ、あの時すごくちっちゃい子だったんですけども、気づいたらこんなもう袋ももんがですっていうサイズになりましたね。なんか感慨深いですね。子供がこうやって大きくなっていくのを見ると。でね、ずっと残してあげたかったギョロメちゃんのね、遺伝子っていうところをね、残すことができたので、ちょっと嬉しい限りです。まさかね、ギョロメちゃんが、ヘテロでね、粒子スティックを持ってるとは思ってなかったので、まさか粒子の子が生まれてきてびっくりしましたけど、あの子はノーマル、ヘテロ、粒子っていうことで、もう間違いないですね。生まれた子が粒子スティックなので、はい。で、お父さんはね、粒子スティックなので、粒子スティックはね、2対揃わないと出てこないお色になりますので、ちょっと私はびっくりしました。次はね、ちょっとパッチャンの遺伝子を残してあげたいなって私は思っているので、パッチのね、遺伝子が残っていくと嬉しいなとちょっと考えております。今ね、パッチとね、ハロくんを一緒にしてますけれども、仲はいいですね。たまにまあ、小競り合いみたいなのにしますけど、パッチャンの方がね、ちょっと気が強いっぽくって、ギョロメちゃんよりも、ちょっとね、ハロくんタジタジって感じでしたけど、はい、そんな感じでございます。はい、今日はね、うちのビンちゃんが結構大きくなりましたよっていうことで、もう脱脳して約2ヶ月ぐらいかな、になるという動画でございました。またね、この子の成長だったりとか、あとは記録っていうのをね、アップしていきたいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。もうあちこち分。はい、よろしければね、こちらのチャンネル登録、そして高評価、Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらのフォローもお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントと、ウィンちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。